森会長の発言について自民党の二階幹事長は発言を撤回したので問題はないとした上で辞任する必要はないという認識を示しました。私は撤回したということでそれでいいんじゃないかというふうに思ってます。撤回をもうすでにされたことでありますし問題はないと思います。またボランティアの辞退が相次いでいるので森会長が辞任すべきだとの考えについては次のように答えました。すぐ辞めちゃいましょうか何しようかということはね一時は瞬間には言ってもねそんなことじゃなくて協力して立派に仕上げましょうということになるんじゃないかと思いますし森会長にもそこは一つ周囲の期待に応えてしっかりやっていただきたいと